皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドをやっていきましょう。今日は巨大マックスするラプラスを求めて出ると言われている巣穴に10回ほど願いの塊を投げ入れてみようと思います。さっきからお姉さんとちょっと目が合ってたので変えたらこれでした。で、場所なんですけど、巨人の腰掛け、ここのエリアで一番奥の水辺の一つ、ここですね、水辺の隣にあるここの一つあるんですけど、これらしいので10個ほど願いの塊を投げ入れて、太い柱が多分ラプラスだと思うので、それが出るかどうかを試してみたいと思います。まあ運試しですね。10回やって出なかったらまた今度出るまで挑戦頑張ろうと思います。確認、違うね。多分倒さないといけないと思うんで一回倒してきます。あとは何が出たのかと、あと取れるのかとね、やっていきたいなと思うので、10回ほど私の運試しを一緒に見ていただけたら嬉しいです。まずはギガイアス、とりあえず倒しましょう。無限ダイナできちゃった。今一つが多いね。マックス砲でとりあえずはやります。これで倒れるは確定ですが、取れるかもですね。ハイパーボール投げよう。はい、一番最初出てきたのギガイアス。いや、新年早々運試しと思ったんですけど、なんか怪しい気がする。ハイパー15個あればまあまあいけますね。多分10回だから全部ハイパーボールに今回して何匹捕まえられるかもやっていこうと思います。で、多分ねギガイアスは図鑑にいたはずなので登録にはならないけど、個体値良さそうだし取っておきたいけど、あ、最初も来た、よかった。ギガイアスは無事ゲットできました。危ない。出たのこんな感じでした。あ、図鑑まだだったんだ。高圧ポケモン、晴れた日にしか撃てないがエネルギー弾の破壊力はダンプカーも吹き飛ばすほど。図鑑に登録になっていると思ってましたね。なってなかった。じゃあ2個目いきましょう。太い柱じゃないな、岩パレス、とりあえず2個目岩パレスだね。これ気が癒すからの、うわ、あれ2匹目いけるかな。ハイパーで、目的は巨大マックスラプラスなんだけどな。捕まるのは嬉しいけど、ラプラス出ない方確率高いですからね。はい、2回目ゲット。3回目、うわー、柱が太くないな。これはちょっと戦いたくない。違うとこに出たんだけど、ハガネイルだ。これで消えたね。
違うところに投げると消えるんでやるんですけど、なんか太いの出ると悲しくなりますね。来るかな。あ、同じだね、イワパレス。一応こっちにも投げて消しますが、あのワットは多いんで、このやり方を私は今しちゃってます。ちなみに石炭山かな、岩炎でしたね。出ないかな。ラプラス、今回は、あ、なんかね、イワパレスが多い。え、どうしてもイワパレス、多分確率が高いんだと思うんですよね。今ある分全部ちょっと試してみます。こっち側も見ますけど、あ、こっちもイワパレスだ。え？え、イワパレスと戦わせたいのかな。今やってきたんだけど、ギガイアスだ。あれ違う、ギガイアスですよね多分。星号は来たけどこれじゃない。ラプラスは、目の前にあるこっちでもいけるんで取りながら入れますけど、ちなみにこっちは、あ、ドヒドイデ、ここドヒドイデ出るんだ、今度来よう。今日はねここだって決めたのでこっちに入れますけど、太いやつなのかな。この子私多分ね持ってるんだな。ラプラスこんなに来ない。アーマーが、太いやつで出ないとラプラスは来ないのかもしれないので、とりあえずある分だけやります。あ、来た。これは、行きますけど、ここ出るの。私あの旅ポケで捕まえて使ってます。クレベース、太いと思ったらクレベースか。未だに出ない。多分根気よくやらないと出ないんだと思うのですが、まあ、1回は太い柱で出てくれたからまだいいですよね。クレベースだったけど、星3でしたけど、でもうちょっと願いの塊持ってるので入れてみようと思います。今のところは全部ゲットですね。もうゲットできてれば運勢的にはいいと思うけど、でもでも欲しいですよね、巨大マックスラプラス。多分ね1箇所ここの巣穴だけだと思うので、これはチャレンジしないとですね。細いな。はい、多分石炭山だね。あ、ポケモンカエルじゃない、石炭山か。あ、持ってない、買いに行きましょう。ここね近いのですぐ買えるんですよね。で、私結構今持ってるので、これで後半5回やっていきましょう。今もう多分5回ぐらい開いたんですけど、ラプラスは来ない。
お願い、もう一回ぐらい太い柱で来ないかな。あ、来た。これは鬼ぐらいやりますけど、こっちもあるんだ。太い柱って結構ね、あの違うポケモンも出るんですが、その中で多分抽選なんですよね。鬼氷しばらくはね、巨大マックスラプラスが出てくれないかなって、ちゃんと入れに来ようと思います。ネワットも今のところ多いので集めてやるべきですね。あと図鑑登録鬼氷まだなので、これで図鑑の登録になります。でバリア何個なんだろう。4個じゃないんだ、3個なんだ。ちょっとずつ増えてはきてますけど、ダイマックスラプラスが欲しかったです。あと4回かチャレンジできるので見ていこうと思います。もうね、すでに持ってる方もいるかなと思うんですけど、出ないっていう方もね結構いらっしゃるんですよね。巨大マックス系、ダイマックスのサーナーの中でもなんか決まってるところにしか出ないそうなんで、私も見てはいるんですけど、入れて出会ってっていうのを本当に回数が少ないので、チャレンジし続けてゲットできたらめちゃくちゃ嬉しいけれどっていうところですね。なんとか問いたい。倒れるかな、このターンで多分倒れると思うんだけど、誰か誰かなんか撃って。おー危ない、暇一つでよかった。はい、これでゲットのチャレンジ。鬼氷はでも欲しいな、図鑑登録まだだし。よし、入るか。顔でかい。来ないかな。よし、はい、図鑑の登録また1匹増えました。嬉しい。鬼氷経験雨の ML 数ちょっと多くて嬉しい。はい、鬼氷のデータ新しいです。顔面ポケモン、まあ顔でかいですからね。空気中の水分を一瞬で凍らせる力で獲物を冷凍してしまう。あと4回。よし、連続で、まあ、来ないか。3回連続は難しいな。岩岩系多くない？ちょっと待って、こっちは。ちなみにですね、もう持ってるんですよね。あー、太くないか。難しいな、太い柱出すのって。あって言っちゃった。これ巨大マックスラプラスじゃないですけど、カビゴンですね。もう持ってって星5で私ゲットできてるので、これはスルーします。残念ながら思ってるんですよね。弱しかな今のだと。さあ来るか、来ないかな。いや、同じポケモン出るのはまあまあわかりますけど、なかなか来ないですね。本当に難しいんだ。ちょっとやってみようかなと思ってやったんですけど、星5は来るけど、巨大マックスで今カビゴンだけですね、来てたのは。あとは太い柱だと今のとこ2回だけど、
岩。岩が多い。もう一個多分あると思うんで、ラストかな。あれ今のなんだ、カマス状でもなかったし、あ、持ってない。もう一回だけチャレンジしたい。こうやってやってると多分ずっとやっちゃうんで、あの区切りをつけないとなので、一個だけ買います。またね、ワットは集めてくればいい話なので集めようと思いますが、難しいな。ラスト、ま、普通だ。はい、かぶるね。巨大マックスラプラス出会えるかなと思ったんですけど、出会えませんでした。ただ太い柱は2回、今日ね、あの太い柱のやつあったんで倒してから来てるんですけど、2回出てくれたので、まあ良かったかなと思います。でここなので、私はまたあのラプラス出したいので挑戦しようと思います。多分ねここで合ってると思うんですが、ちょっと違うかもしれないので、違うところで巨大マックスラプラス出たよっていう方は、ぜひコメントで教えていただけたらと思います。この動画が少しでも良かった方は、高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!